私、2021年まで約9年間外務省で働いておりました。2013年外務省入省、2014年から約7年間ロシアで勤務しておりました。ロシアでは日本では経験できないような非常に素晴らしい苦手い経験もさせていただきました。ロシアでは広報文化活動に従事し、日本の文化をロシア人に広めるそういった活動に従事したり、情報収集活動などを行って、ロシアの情報を収集し、そして日本に報告する、そのようななかなか日本ではできない経験をさせていただきました。一方でそのロシアで見てきたのは、海外でさえ外交を金儲けの手段として考える自民党の国会議員の姿です。私が勤務していたユジノサハリンスク総領事館、急遽自民党国会議員 A の圧力によって移転が決行されてしまいました。この移転に反対していた当時の総領事、なぜか急に左遷されいなくなり、そして当時の会計班長、この移転に不満を持ち、日本帰国後外務省を退職しました。このロシアで自民党の利権政治を目の当たりにし、心から自民党を倒さなければならない、そう決意が決まりきった瞬間でもありました。日本に戻ってきて私が目の当たりにしたのは、あまりにも元気のない日本の姿です。このまま自民党政治が続けば、日本が日本でなくなってしまう、その危機意識が日増しに強くなり、政治の世界へ身を投じよう、そう決断した時でもありました。私が外務省を辞めて政治家になる、その志を述べた時に、本当に多くの人々から、まずはバッジをつけることが大事、自民党から出るべきだ、そのような声をたくさんいただきました。しかし自民党から出ることは、この30年間統一教会と結託し日本を売り渡してきた、その政策に加担することになります。もし日本が好きではない、またはたかが議員バッジをつけたいがために日本を売り渡す行為に加担しても躊躇しない人物、そういう人物であれば、私は自民党から立候補しても良いと思います。ただ私は日本が好きですし、この国を良くしたいと思っておりましたので、やはり自民党から立候補、そういった考えは毛頭ございませんでした。自民党以外にも大きな政党からの誘いもありました。しかしやっぱりこの国を変えることができる政党は令和新選組しかないんじゃないか、その思いが確信に変わり、令和新選組から立候補することを決断いたしました。令和新選組のバックには他の政党と違って宗教、カルト、大企業一切ございません。実際令和新選組の中に入って感じたことは、議員の方々、そして秘書の方々が本気でこの国を良くしようと、その姿を目の当たりにし、やはり令和新選組しかこの国を変えることはできない、その思いが確信に変わり立候補を決断させていただきました。なぜ私は神奈川2区から立候補を決断したのか、それはこの神奈川2区が変われば日本が変わる、そう確信しているからであります。以前横浜では政権与党がわけのわからない政策を推進しましたが、横浜市民は一致団結してその政策にノーを突きつけ、そしてその政策をストップさせた経緯がございます。横浜市民は黙っていない力を持っております。私はこの黙っていない横浜市民と共に日本を変えたい、その思いでこの神奈川2区から立ち上がることを決断しました。神奈川2区が変われば日本が変わります。前回選挙に行かなかった4人に1人、たった4人に1人が選挙に足を運ぶことで、この利権政治を終わらせることができるんです。選挙に行く半分の人々、その半分の 25% は自民、公明党といった政党に投票してしまっております。この 25% 自民党から何らかの利権を得ていると考えられるんです。この利権政治を終わらせるためには、前回選挙に行かなかった4人に1人、
4人に1人が行けば帰ることができます。どうか皆さん、この神奈川2区にご注目いただき、そして令和新選組の活動にご注目いただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。